毎年スイスのダボスで行われる世界経済フォーラム年次総会通称ダボス会議世界各国の政治経済界のリーダーが一堂に会するこの会議に1月28日野田総理が衛星中継で出演しました今年最大のテーマの一つとなったのが欧州の債務危機について the Europeans from one side and the international community uh, from the other side should do more from what they are doing today in order to bring the debt crisis in Europe to an acceptable level. Uh, that's from one side. And the second side is what Japan uh, is envisioning to do to help avoid the debt crisis problem or instability to spread to Asia. 我が国としてもヨーロッパの経済金融の安定化ということを望んでおりますので、ユーロゾーンの努力でまずはやっていただきますけれども、足りない部分で欧州の努力を支援をしていくという要因は常に持っているつもりであります。日韓あるいは日本とインドの間で、去年は通貨スワップ協定を拡充をするような取り組みをしました。まあ、そうした形でアジアに危機が波及しない取り組みということも、 合わせてててやっていきたいと考えておりますこうした会議とは別に日本が主催して開かれたジャパンナイト東日本大震災という危機を乗り越えていく姿を世界各国の来場者にアピールしました <music> 津波で泥まみれになったピアノが音と光を取り戻す 復興の様々な姿を描いたビデオ上映。日本人っていうのは、日本の国っていうのはこんなに力があるんですよ。というところをまさに見せられる。映像だけではありません。被災地の食材を使った料理。書道のパフォーマンスなど。さまざまな方法で震災からの復興と。世界への貢献を宣言しました。総理はこの場にもビデオで参加。 多くの日本企業は驚異的なスピードで復旧を果たし、サプライチェーンは完全復活を遂げました一方、初めにご紹介したこのテレビ会議では、震災復興の話題がリーダー論に発展しました。 The hardship, the country in a very 日本国におけるリーダーというのは決して強いリーダーが一人で頑張ればいいというものではなくて力を持った技術力を持った気持ちを持った人たちが存分に